イシャン語の骨は1960年にアフリカコンゴで発見された後期旧石器時代の骨格器。骨の年代はおよそ2万年前で大きさの異なる刻み目が3列にわたって骨につけられている。この刻み目の数がある列は素数だけであったり別の列では掛け算などを示唆するような内容であったため発見以来数学的に意義のある 考古学的証拠とされてきたが、一方でこの数に数学的な意味はないとする指摘もある。イシャンゴの骨は2011年現在ブリュッセルにあるベルディ王立自然史博物館で常設展示されている。イシャンゴの骨は暗褐色の皮皮の皮骨でできており、長さは10センチメートルほどで、肩端には尖った水晶のかけらが取り付けられている。全長にわたって、 大小様々な刻み目が3列にほぼ並行してついているが、この刻み目が意図的につけられたことは明らかである。骨は当初何かの数を記録した札のようなものと考えられていたが、後に単に数を数えた以上の何らかの数学的な知識を示した異物とする説も示された。一方で、この刻み目は数学とは全く関係ないものであり、 骨は先端につけられた水晶で何かを削る道具であって骨をしっかり握るための滑り止めとして握り手に刻み目を入れたものとの指摘もある。1960年、ベルギーの地質学者ジェーデ・ハインゼリンがベルギー領混合を探検中、ナイルガーゲン流域にあたるエドワード湖の北西部にあるイシャンゴと呼ばれた団球で遺跡と骨を発見した。遺跡は狩猟採集を行っていた痕跡のある 小さな集落で火山の噴火によって埋没したものであり、遺産後の骨以外にも刻み目のついた骨や水晶片などが発見されている。骨の年代は、はじめ紀元前9000年から紀元前6500年頃と推定されたが、発見場所である遺跡を再調査した結界石の年代が1万6000年から2万5000年前であることが判明している。 左列、中列、列刻み目が非対称的な3つの列にグループ化されていることから、この骨は文字や記号と一定の法則を用いて数を表現する方法を作り出すために使われたものではないかとする意見もある。中列の数には3とその2倍の6、4とその2倍の8、そして10とその2分の1の5が含まれていることから刻み目は適当につけられたのではなく、 二の掛け算や割り算の概念をある程度理解して付けられたものと解釈されてきた。コツ自体が簡単な計算機として使われていた可能性もある。左列と右列の数はすべて奇数であり、右列の刻み目の数は11、11、21、21であることから重心法を理解していた証拠と考えられてきた。特に左列は10から20までの素数であることから、 素数の概念が理解されていた証拠とされてきた。こうした見方に対して、元テクニオンイスラエル工科大学物理学教授のピーター・ラドマンは、著書、数学初めて物語の中で、刻み目の印が数を表したものである可能性は否定しないながらも、それがなぜ素数や2や10の倍数に近い数を示さなければいけないのかが明らかになっていないとして、安易な解釈を牽制している。 また、素数の概念は、割り算の概念が理解されて、初めて存在しうるはずだが、割り算の概念が現れたのは、農耕牧畜文化誕生後の1万年前以降であり、さらに素数を最初に理解したのは、紀元前500年の古代イギリシアの数学者たちだっただろうと述べ、骨の印を、掛け算、割り算や素数が理解されていたことの証拠と解釈することに反対した。 さらに、イシャンゴの骨を2万年前のアフリカに数学があったことのシンボルとすることについて、アフリカ系アメリカ人に誇りを植え付けるためだったとして、意義を唱え、この遺物については、無名数による係数が行われていたことに注目すべきであるとした。イシャンゴの住人たちは、ウッキは山や谷に住み、寒気になると湖の岸辺へ降りてきたと考えられている。 季節によって住む場所を変えていたことが、カレンダー説の根拠の一つとなっている。アメリカの考古学者、アレクサンダー・マーシャクは、イシャンゴの骨を顕微鏡観察し、刻み目は6ヶ月にわたる月の満ち欠けを記録したもので、退院歴の一種である可能性を示唆した。また、民族数学者、クラウディア・ザスラフスキーは、マーシャクの説を発展させ、この道具を作ったのは女性であり、 月経周期に関連づけて月賞を追跡し記録したものであるとの見方を示している。注釈三章ありがとうございます。